あれオタクくんいないなもしかして時間間違えたそんなはずないと思うんだけどあいたいたお待たせ待、ま、った夜の屋上に呼ばれたって意識したら緊張しちゃってさちょっと前髪とか時間かかっちゃったほら夜の屋上イコールそういうことじゃんなんちゃって冗談だよ本気にした ャランプランなうちちだけど、ちゃんんと覚えてはいるんよ。君には彼女がいるんだってねしかも初めて好きになった異性で告白されてから好きになったって話もちゃんと覚えてるしさすがにそこまでバカじゃないよもし彼女ができる前に私と出会ってたら私の方からガンガン責めてたのに隣いいありがとうてか オタクよくこんな暗いのに周り見れるねほら人間ってさうちら獣人みたいに安心できるわけじゃないんでしょしかも嗅覚も弱くて第六感もない <laughs> よく生きてられんね生きてるだけでめっちゃ偉いじゃんいい子いい子してあげようかまあこれも冗談なんだけどあうちを彼女にしてくれるってんならしてあげてもいいよ さすがに彼女持ちとイチャイチャするわけにはいかないからね恋愛経験少ないうちでもさすがにわかるよえ本当に彼女にしてくれんの今付き合ってる子はちょっとさすがに乗り換えるの早くないだってその子20日のかつ初恋だった子なんでしょそれに初恋って結構引きずるうんぬんとか聞くんだけど。 浮気されたんだそっかじゃあ今日は浮気された彼女をどうするかって相談だったんだねならそれの答えは一つだようちと付き合ってみよっかうちは獣人だから一途だし絶対つがいを裏切らない獣人の子って恋愛的な意味で重いけどうちはちょっと重いくらいだから 普通に一途で人間のオタ君にはちょうどいいよそれにアタ君の魔道具集めにも理解あるしでうちら相性抜群だと思うんだけどどう付き合わないそれじゃあ今日からうちらは彼氏彼女なつがいパートナーだねてなわけで早速いい子いい子してあげるこっち来なうちはあの子と違って絶っ 話さなないいし、裏切らないよだからオタ君もうちのことずーっと愛してね約束だぞ <laughs> うんありがとうせっかく空絵も綺麗だしもうちょっとだけここにいよっかその前にトイレフフフホントオタ君はオタ君だな さっきまでのムード台無しじゃんいいよ行ってきなうち待ってるから <laughs> 人間のオスってホント簡単オタくん手に入れたしもうあいついらないよさっさと関係つきってシュランプでしよっかな <laughs>